記者会見だったりとか公開練習とかでどういう動きをするかで相手にプレッシャーを与えるっていうのはすごくあって、はい、総合格闘技の場合はトレーニングする内容が多いんで、はい、相手が打撃系だったらテイクダウンを取りに行く練習をたくさん、はい、寝技を練習するとか打撃に比重を置くのかで、はい、立てる戦略によってだいぶ練習内容も変わってくるんですよ。駆け引きっていうか戦いは始まってる、はい、はいますね。萩原選手ってその打撃に全くビビらないじゃないですか、はい、あれはすごいなって思ったので白川選手とやった時も萩原選手全然ビビってたんで、うん、そこは特徴っていう。なるほど。そう、僕もあの、はい、萩原選手の初めて見たのは、はい、あの白川、はいはい、陸斗戦だったんですけど、はい、パンチ力にやっぱちょっとビビりましたね。すごい重いっていうか腰の座った、はい、すんごい重い打撃打つんで、はい、本当にヒットしたら展開一気に変えれるだけのパンチ力秘めてるので、はい、バカにしてたやつを全員見返したろう思ってたんで注目しちゃってください。ぶちかますんで。